はいえー、ホワイトベース館内放送でございます。えー、と前回のですね、えー、と私の動画での、えー、とバイクウェアにはなぜ極寒地仕様がないのかの巻きで,ですね、えー、264件現時点でのコメントをです、ね、いただいております、えー。ありがとうございます、えー、コメント以外にもですね、えー、メールくださった方、はいえー、と非常にいい勉強になってます。はい なので、えー、ちょっとここでですね、皆さんのご意見の中で、えーまああのー、非常にこう、秀逸なものをですね、えー、一通りちょっとまとめてみたんですけども、えー、とですね、まず、ワークマンイージス最強説がね、結構目立つ。<laughs> ワークマンイージスどうですかっていう人が結構多いんですよね。うんてかね、そんなにいいのかなイージスって。ね、大体皆さん安いからとか、 あのね、すごくいいっていう方が多いんですけどもあのー、北海道で使ってみてよかったっていう感じの話はほとんどない気がするように見えます。てかね僕実はでワークマンイージス使ったことあるんですよ。えー、だいぶ前にあの四国に行ったんですねあの雪がちらついた時。 でその時に来てたんですけどもあれ確かその中綿であ,のある程度の防水機能もあってでなおかつ安いってやつあったと思うんですけどもえっ、ー、とね確か100キロぐらい走った時点で、ね、結構しみたですねはいでまああったかくなくはなかったんだけどその冬のツーリングあの単純に冬ツーリングするっていう部分ではね消えた感じではあったんですが あの北海道を想像するとどうかなというのがちょっと正直なところです。あの一応ね、僕、冬の北海道行ったことあるんですよ。で、どういう感じかっていうと、その放射熱がすご,すごいですよ、放射冷却がね。で、こう電話かけてるじゃないですか、電話かけて5、5 6分離してこの、ね、手をこう離してみると、手がもう冷えて固まって、受話器からこうやって開けないっていうね、そんな感じに。 ななるようなところで、イージスじゃね多分無理だと思うな、うん、で確かにですね、ワークマンイージス最強説を言っている方っていうのは、北海道の冬を知らないんじゃないかっていう、そういうコメントもありました。まあ、あの、イージスファンの方はですね、別にあの悪く言うつもりは全く本当にないんですけども、うん、ちょっとイージスだと不安かなという気がします。はい。えー、まあ、コストパフォーマンスはすごくいいと思うんですけど、 あの何かしらね僕がこうやって、えー、問題提起すると必ずイージスイージスイージスってこうイージス派の人って言いますよね,ねあの非常にこうワークマンウェアもあのファンが増えたなという印象があ,ありますねはいそうヤングマシンにねあのコミネータク下にワークマンって出てましたからねワークマンもバイクウェアとして認知していいのかなはいえー、とあとフーマプラスワン のウェアはどうかと。はいえー、と風間慎二さんのところですね。あと中にはね、風間さんに相談したらどうなのっていう人もいるんですけど、全然面識ない人なんで、えー、相談も何もですね、あのーな、なんだろうあの、知らない人ですよね。知らない人っていうか、有名な、僕なんかよりも全然有名な冒険家でね、あのいらっしゃるので、そんな気軽にあのどうなんですかとか相談。 できないと思ううんだけど違うの店に行けばいつもいるのかなわかんないですけどね、うちからは幸いにして結構近い距離にあるんですよね。あの世田谷だっけね、吉祥寺かなありますよね。はい。えーと、中の発熱さえ何とかすれば現状の装備でいける説。はい。どんな服を着ても同じですと。ねえー、発熱を自分の体温、 のみで頼るというのは、あの走るオートバイの上ではですね、非常にこうリスクが高いと。だからその発熱をどうするかっていうのを考える方がいいんじゃないかと。で、その発熱をどうするか、まあ、電熱系のジャケットもそうだし、カイロもそうだし、あとあの白金カイロっていうのがいい。白金カイロ調べたら結構高いね、あれ。ね、あれ、あの、専用オイルでしょ。昔ね、あのジップオイルで動くコールマンのやつを、 ちちっちゃいやつ、ね、持ってたんですけどもそんなにあったかくなんなかったんだよなあの普通の北海道の方がねあったかかったんですよあれ専用のやつって違うんですか結構もっと爆熱な感じなんでしょうかねはいあのもしその白金回路でどれがいいまあ安いのも高いのも含めていろんな種類あったんですけどどれがいいかっていうのは分かったら教えていただきたいなと思いますはい えーと靴の中、つま先の防寒が重要。はいえー、と長靴、まあ長靴まあ、僕、スノーブーツ持ってるんですけども、安物ですけどね、でえー、ゴムで,で、しかも下にスパイクをつけて、でえー、靴下を重ねて履いて中に、中を温めるっていうのがまあ必要になってくる。末端から冷えてくる。それから風を入れない、裾襟、足首、首のつくところからあの 風を入れないことがまあ重要だということです、ね、スノーボードでスノーボードウェアでいい,んじ,ゃい,いじゃん説まあ言ってしまえばそうなんですよ僕持ってるからねい,いっちゃいいんですけどもい,いっちゃいいんだけどバイク用のウェアでなんとかしたいんだよないやバイク用のウェアじゃないなくていいっていうふうに持っていっちゃえばもう結構そのボードウェアとかでもいろいろあるんでなんとかなる 気はするんですけども、はい、そうやとちょっとつまんないなっていうのがあってですね。はい、メットのシールドに雪がつくので、えー、拭うと手がコはい、でそれをおー開氷スプレー、なんかガラコの原液を入れて、えー、溶かすとかいう話がありますね。でさっきもちょっとです、ね、出たんですけども、えーと、土踏まずにつけるタイプのスパイクを,を持ってないと。 えーまああのー、アイスバーンの上で倒れた時にもうつるつる滑ってバイクを起こせない、うん、あのこれはね、あのー、安かったから買いました、はいえー。大和島の釣りメーカーのジャケットいいよと、これちょっとね、明日見に行ってこようかなと思ってます。はい、モンベルのダウンつなぎ、モンベルの服。 モンベルで、えー、バイクに乗るっていう形でいくと非常にいい,いいものがあるんじゃないか実はね結構これ揺れるんですよなんでかっていうとバイク用の,あの月間あのなんかエクストリームなウェアを例えば買ったとするじゃないですか多分ね年末年始のその北海道アタックでしか着ないんですよおそらくはその前後で着たとしても数回うんあと1年間眠らす雨になるで来年行くかどうかはわからない となると、普段着でも使える、そのモンベルとかの方がいいんじゃないかって、ちょっとぐらっとくるところはあります。はい。ただね、あの、高いの買ったりとかして、えー、結果が良くなるっていうのは当然なんですよ。で、でも、ケチるわけじゃない。うん。別にお金出すところには出す。ただ、工夫をしたいんですね。そう。で、その工夫そのものが後になって生きてきて、えー、非常にこう、トラブルに対して対処できるっていう形になるんじゃないかなと思ってますので、そう、だから皆さんのね、 知恵をこう結集しててくれいるのは非常にありがたいラフロード上下。ラフロードを書いてくださってる方2、3名いらっしゃいましたね。ラフロードの、そう見てみたんですけども、あのー、ちょっとこれっていうのがね、わかんなかったんですけど、ど,どれですかね。どれが一番いいんだろう。確かにラフロードを装備が非常にこう充実している気がする。 えー、ゴミ袋を上から着ると最強ビ。スーパーのビニール袋を足にかぶせるっていう方もいらっしゃいました。まあ、これはそ、その、ゴミ袋を描け、最初から行くんじゃなくて、まあ、あの途中でどうしてもやべえっていう時のですね、対処という形で、これはちょっと覚えとこうかなと思います。はい。我慢する。うん。これはね、これは基本技ですよね。はい。基本アビリティとして、えー、私もこれは持ってます。はい。えー、っと、波紋で乗り越える。 波紋ですかっていうね。波紋ですかそうか。だ。何をするだ許さんはい。何をするだ許さんいや、えっとですね。えーえー、風防が必要。これね、一応注文した。ただ、FTR 用のがないから、汎用品なんですけど。グリップヒーター。まあ、これも、えー、買おうかな。 でもグリップヒーターはうちもねないろいろあるんですよ中古品がねあのそこら辺転がってるんですよでオンオフしかできないやつとかあのねベロシー調整あるやつとかあるんですけどもあのやっぱね FTR の電源だとちょっと不安なんですよねっていうのがあって電圧計つけようかなって思ってたところでこの Endurance というブランドのですねグリップヒーターは電圧計が標準でついてるというのでまあこれいいんじゃないかなってちょっとあの 買おうかなって思ってて思ます、はい、エンジンガード必須こけるから、あのー、というわけででもね FTR のエンジンガードって北湖から出てるやつ1種類しかないんですよねでまあ1万2 0 0 0 3千円するんだけど、まあ、しょうがないか買うかっていう感じです、はい、本当にやっぱエンジンガードないとダメまあでも、うん、見てみるとやっぱエンジンガードがないとペダルが当たる位置にペダルあの地面がに当たる位置にペダルありますね ハ、はあ、ンドルガードも付けたし、エンジンガードを買うかって感じです。はい。えっ、ー、と、フューエルインジェクションじゃないとダメ説。キャブ車走れない説あるんですけど、これどうなんですかキャブ車ダメ ?FI じゃないとダメあと水冷だとダメとかあるんですけど、まあ、あの空冷ですけどね、うちのはね。キャブ車ダメですかキャブ車だとまともに走らんと。 燃費劇的に悪くない、ずっと一足で走るから、あのミッションダメになるとかですね、もうなんか、考え出したらキリがなくねっていうような話のぐらいなんですけど、<laughs> FI じゃないとだめですかね僕、そんなことないと思うんだけど、寒いのさえ、最初の指導さえなんとかなれば、空気密度が高いから、あのパワー出る気がするんだけど、まあでもその分ね、えー、燃料濃くしなきゃいけないってなると、その気候はついてない、確かに。うん えと北海道、スタンドが空いてない説、年末年始。これ、どうなんですか空いてないあの夏にツーリング行ったイメージだと、あのガソリンで困ったことは僕、一度もないんですよ。あのそんなにだって、北海道、ずっと人だと離れてるっていう感じじゃないじゃないですか。せいぜいね、数十キロ走れば、やっぱね、スタンドあるんですけども、スタンド空いてないですかね。あの調べてもあれですかあの、やっぱりこう、蛍光感がないと無理なのかな。 これ北海道の人教えてください、はいでえー、とあと、車が後ろから突っ込んでくる。こっちが見えないから。っていう説。はい。だから自分自身が光る必要がある。まあ光るものはね、いろいろ持ってるから、まあこれはね、ちょっとあ,のあるんで、身につけていこうかな。ヘルメットのエアベンチレーター蓋しないとやあの寒いよ。そうなんですか。ね。まあじゃあ、うん、ティッシュ詰めろっていう方がいらっしゃるんで、やろうかな。 つま先ゴムのハイカット靴。これ一応あるんですけどね。3、4000の安物なんだよな。こんなんで大丈夫なのかな。うん。いろいろとあります。はい。で、今、あのバイクは準備しているんですけど、あんまりできることないよね。あのガードつけて、スパイクタイヤぐらいな話で。あとはもう本当、基本的な通常整備です。で、あの、 私物なんですけどあの台車で出してたやつなんですよ。でしばらくそのほったらかしててで引っ張り出してみたらなんかねフロントのホイール歪んでんだよね。これだからなもう不特定多数の人間が乗ってるとねなっちゃうんだよまあそれも含めて、えーね、よく見るともうチェーンなんかボロボロだしなんか大丈夫かなっていうぐらい,あのい傷んでた。 傷んでたってなんかね生ものみたいだけどもはいそうだよなだからまあちょっとうん予想外に大掛かりなあの乗り出し整備になってしまっている現状でございます。やっぱその行った経験のある人の話って非常にこう重要でやっぱその,あのなんか外側最後は河童要はあの防水性の強いもの。 でなおかつそれもなんか、あのー、ゴム引きみたいなやつで、えー、中をどのように温めるかっていうのが、まあ、重要になるということですねそっかじゃあこれ一回その中を温める装備これはいずれにせよ必要なのでその白金回路を教えてくださいそれとあのー、電熱系の装備を揃えて で、まあ、僕オーバーパンツないから、まあ、オーバーパンツ買ってであと上はあのー、まあ現状の装備合わせてで一回そのこの辺りで最も寒いところに行ってみる行って夜天気のいい日に寝る青空のもと <laughs> そこまで必要ないと思うけどでもねそ,それでなんとかなって ればそそこで汗ばむぐらいだったらいいのかなあどうとそろしいのが汗ばむで倒れたバイクをね引き起こしてバイクを押したりで汗だくになってそれが体を冷やすとかねなんかもういろいろなことがあってこうなんかどんどんねあの準備できなくなってきますねうんまあ あの準備している時はねあの何を捨てるかっていう取捨選択っていうのが非常にこう重要になっていくので何でもかんでもって言って山のような荷物になっちゃうからそれしかないんですけどとにかく自分で選んでやっぱ後悔しないようにしていきたいのでえ皆さんのですねえ今回の情報をですね踏まえてえ調べてみようかなうんうフー。フマプラスワンの ウェアはちょっと気になりますね。はい。了解です。ありがとうございます。はい。というわけで、えー、まあ、引き続きですね、えー、まあ、準備、ちょっとバイク映せればよかったんですけど、真っ暗でちょっと映らない。この辺にあるんですけどね。はい。まあ、でも、バイクの方が大したことやってないよ。うん。ね、ほん,ほんと古い車両だしね、ちゃんとそれ、それがちゃんと最後まで走ってくれれば一番いいんですけどね。うん。 まあそんな感じで、えー、休みなんですけども、まあ、休まずやってます。はいえー、とおーどこかが、ね、雪、この辺で降ってくれれば一番いいんですけども、なかなかそう都合よくもいかないですね。はいえー、と皆さんのです、ね、非常にこう協力的なあ情報を提供、非常にいい感謝いたしております、はいあのーね。いろんな経験がある中で、 えー、自分なりに書いてくださった方もたくさんいらっしゃってですね、えー、非常にこうありがたく思っております。はい。で、そうしたですね、えー、こう情報を結集してですね、うまく最後までいけたらいいなと思ってます。で、サポートか出ないのかっていう方もいらっしゃったんで,ですけども、まあ、出る予定はないですね。一応あの軽トラでで北海道まで行って でそこであの止,め止めちゃって、そこからバイクを下ろしてこう行くっていう形なんですけども、皆さん、あれなんですか、北海道でそういうアタックする人ってサポートカー付きでいくんですかねね、そんな豪華な旅なのかななんか、それはわかんないんですけど、えー、うん。まあいいや、とりあえず今日のところはこんな感じです。はい。えー、順調に準備を進めてまい、えー、っております。はい。はいはい。えーと。 そう、メールもね、たくさん来ててね、僕はすごく嬉しいですよ。最近もうね、あの夜が眠れないんですよ。<laughs> あのね、4時間おきにあの起こされるから夜眠れないんだよね。うんまあ、それもあってちょっと疲れも溜まってますけど、えまあ、ちょいちょいこう寝ながらですね、え頑張っていこうと思います。はいえ。ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。